天城鉄道 AR100 系機動車は、天城鉄道で使用されていた機動車である。1986年、日本国有鉄道天城線の第3セクター化に際し、富士中工業にて製造された。当初は AR101、AR104 の4両が製造され、輸送需要増に伴い1987年に AR105 が1989年に、 AR-106 が増備されている。形式記号の AR は、甘木レールウェイを意味する。老朽化が進んだことから、2001年より AR300 型への取り替えによる廃車が進められ、2006年末までに全車が廃車となった。形状は当時、富士重工業が第三セクター鉄道向けに製造していたルイ、e ・カーリーと呼ばれるタイプの二軸ボギー悲観通計バージョンにあたり、 車体長15メートルで、扉はバス用の折、扉を車端部に配置し、側窓は上部固定、株引き違い方式のバス用窓を採用している。また、車体側面にはリベットが打ち込まれている。前面は、悲貫通形の一枚窓となっている。造備車の AR105AR106 は、ワイパー形状が他社と異なっている。また、全列車が、 木山天城間の運転であるため、全面層下部に木山天城の表示板を掲出しており、方向幕は設けられていない。車体塗装は白地にピンク色、エメラルドグリーンの帯を配した塗装としている。全面中央下部には、天城鉄道のマスコットキャラクター、レビット君のイラストを入れている。外観的には、伊勢鉄道伊勢合い型や長良川鉄道ながら1型に告示しているが、 正面に方向膜がない点が異なる。台車は空気バネ台車である。エンジンは直噴式、ディーゼルエンジンの UD トラックスポリエチレン6、HT03 を搭載している。これも伊勢鉄道伊勢愛型や長良川鉄道ながら1型に順ずる。座席は扉付近にロングシートを配置し、中間部に一方を一人掛け、もう一方を二人掛けとした。 ボックスシートを配置したセミクロスシート構造としている。なお AR-103 は1992年にオールロングシートに改造された。冷房装置はエンジン直結式のものを備えている。運転台は車単中央部に配置しておりワンマン運転に対応している。AR-104AR-104 は廃車後朝倉市内の老いたつ保育園に保存されている。 また AR-106 はミャンマーへ輸出された。これ以外の車両は解体処分となった。ありがとうございます。